問い14-1、電波法の規定により免許人があらかじめ総合通信局長の許可を受けなければならないのはどれかってですね、結局これはあれですね、総合通信局長やから無線局設備の方になりますよね。人にはまあ関係ないということなので、これは、無線設備の設置場所の変更ですね。設置場所の変更です。変更の場合はですね、あらかじめ許可がいります。これは例えば変更場所がですね、警察とか消防とかですね、いわゆる既存の無線局の近所に移動すると思った場合ですね、その無線局が移動する無線局がですね、既存のその無線の電波に混信を与えると恐れる、そういう恐れがある場合ですね、許可されません。そういう場合はですね、許可されませんのでね、それでまああらかじめですね、設置場所を変更するときはですね、許可を取ってくださいと、こういうことになっています。